青いナイフにシャダを隠れば闇と化し、レイトを隠れば光の翼広げん。宇宙に散りしこらよ、レイトの誘う地へ向かえ。すなわち進化せり。飛行創世記モスピーダとは、1983年からフジテレビ系列で全25話が放送されたロボットアニメである。タツノコプロとアートミックとが共同で企画し、タツノコプロ、アニメフレンドが制作したロードムービーみたいな青春群像劇だったのよ。ちなみに、モスピーダは、劇中に登場する最新型のアーマーバイクなのでございます。メインスポンサーは学研なんで、当然、アニメディアでは特集が組まれ、アニメディア別冊のムックも発売されたりしたっけねー。街のおもちゃ屋にも学研のマークがついたおもちゃがずらり。いやいや、ちらほら並び、なんか異様な感じがしたもんちっち。カナダ吉典氏が手掛けたオープニングアニメーションや、天野義隆氏のキャラクターデザインなど見どころが多く、今でも根強いファンの多い作品なのだけど、視聴率が低迷しちまったんで、半年で打ち切り同然に終了しちまったのよ。とほほほほー。面白いかって？このアニメが面白くないんなら、80年代のロボットアニメは何見てもつまんないですよん。悪く言えば、納得いかない点が多くて古臭さを感じる作品。よく言えば、80年代のおおらかなテイストを感じさせてくれちゃう、おっさんにはたまらない作品なのですよん。だから人気がないかてぃーん。でも、最近の若い衆はロードムービーなんて見たことないよね。そうだよね。旅の道中で起こる、様々な出来事の描写をメインにした映画のジャンルで、洋画ならイージーライダー、邦画なら幸せの黄色いハンカチなんかがわかりやすいかもしんない。旅が好きな奴がロードムービーなんて見ちまうと、無性に旅に出たくなるのよね。チャリで。なんでやねん。どちらかといえばマイナーな作品なんで、このアニメを知ってる奴が少ないのは間違いないのよね。当然スパロボにも未参戦。ロボテックの影響のある海外の方が、はるかに知名度が高い作品なのですよん。ロボテックって知らない？ロボテックっていうのはねー、1985年くらいから、アメリカを中心とする海外で放送された SF ロボットアニメだよん。簡単に言うと、ハーモニーゴールド USA 社と、タツノコプロダクションとの契約により、超時空要塞マクロス、超時空機団サザンクロス、飛行創世記モスピーダを順に再編集した作品なので、海外では、モスピーダはマクロスやサザンクロスの後の第3シーズン、ロボテックニュージェネレーションだと思っている人が多いんだい。話は、異星生命体インビットに侵略された地球を取り戻すため、火星に移住していた人類が、第二次降下作戦を開始する場面から始まるのよね。つまり、第一次降下作戦はすでに失敗していたわけでして、第二次降下作戦もあえなく失敗しちまうのよ。参ったねー。火星生まれの青年士官スティックは、作戦中だというのに彼女とイチャイチャしてたのよん。ところが、地球降下の際にインビットの罠にはまり、戦闘で彼女や部隊の仲間は死んじゃったのよ。アーメンそうめんヒアそうめん。スティックは、可変戦闘機レギオスでなんとか無事に地球に不時着したものの、レギオスはぶっ壊れて動かねえと来た問題。一人になったスティックは、降下艇ホリゾントの艦長が残した言葉に従い、インビットの本拠地である、北米のレフレックスポイントを目指してモスピーダで旅立ったのでござりまする。主役はレイなのだけど、スティックの方が序盤からそれらしい活躍をしたもんで、モスピーダといえばスティック専用タイプ、レギオスといえば青いレギオスエータが人気だったんだい。DVD などでは天野義隆氏のイラストが使われていることもあり、俺の脳内では、初期のファイナルファンタジーみたいなキャラに自動変換されるのよん。FF は3までが最高ですぜ。モスピーダは、第二次降下作戦時に配備された新型のアーマーバイク。第一次降下作戦時のアーマーバイクである、バートレイやブロースーペリアよりも高性能で、ライドアーマーに変形すれば、単体でインビットのバトルウォーマーに対抗できる存在なのですよ。スティックが使用する指揮官用の F 型は、ミサイルを4発装備しているのが特徴。後にビームキャノンを搭載するものの、単体では継戦能力が低く、通常、インビットは複数以上で行動するんで、これを相手にするには熟練の技量が必要になるのだよ。ライドアーマーは、ライディングスーツの上からアーマーバイクを変形させて装着するシステム。もともと、バイク好きのアニメーターが、バイクを背負ったパワードスーツを考案したのがきっかけらしいのよ。人がバイクなんか背負ったら当然潰れちまうもんで、外骨格により自重を支えるデザインになったんだとさ、パないねー。アーマーバイクの部分にはジャンプユニットと装甲が集約されており、ライディングスーツのコネクターと、ライドアーマーのカプラーとを接合して自重を支える仕様なので、スーツがなければ装着は不可能なのですよん。腰から伸びるサイドアーマーが、片い部のアーマーの膝のあたりに固定されるため、どこぞの機動兵器みたいに横に開いた状態にはならないのだよ。足からずー。当時、モスピーダの後番組用の企画として、メガゾーン2-3の原案がすでにあったらしいのだけどもね。なんやかんやで仕切り直され、オリジナルビデオアニメとして制作されて大ヒット。オリジナルビデオアニメが躍進するきっかけになったのは有名な話なのでござんすよ。
キットの値段は500円。1983年に発売されたキットだよ。当時の印象ではマクロスのパクリみたいな印象だったわけでして。マクロスキットを差し置いて。いやさ、ガンプラやダグラムなど、当時のおもちゃ屋に溢れていた。リアルロボットアニメのキットを差し置いて購入するほどのキットじゃない印象だったものなのよ。とはいえ、飛行的には興味津々なお年頃。サクッと作ってどうやって変形するのかすんげー悩んだものですよ。今井製のキットだけに出来は秀逸。エッジは立っており、かっちりした作りなんで普通に作るだけなら苦労はしないはずだよね。クリアパーツやデカールも入っていて何気に豪華。ボディパーツは未使用なのだけど、関節はあんまり動かないんで全然気になんかならねえのよね。解説書にあるモスピーだからなんて一体どこに売ってんだい？未だに見たことがないのよね。まあ、リアルロボットアニメにおける、パワードスーツのキットでは先駆け的な存在だけに、当時はどう扱って良いかすんげー悩んだもんですよ。プロポーション的には優秀な部類のキットなのだけど、硬い部のアーマーのボリューム感がアニメと全然違うのよね。背中が重いんで、後ろに倒れにくくするための対策かもしれんけど、それでもバランスは悪いのよ。ボックスアートでは手に持ってる、ビームキャノンがついてないのも参ったね。てか、手に穴っぽこすら開いてねえじゃんよ。よく見や、パッケージの隅にすんげー小さく。ビームキャノンは入っておりません。なんて書いてあんのよ。ふざけんな。生命保険の約款ですかいな。重要な部分を小さく書いても見やしねえに決まってらーね。回収するなら、とりあえず中に人が入ってるように各部を調整するのと、センサーのクリアーパーツ化は必須だってダチが言ってはりましたん。人気はなくて安いのに、素材としてはすんげー重宝する。バンダイさんのマジンボーンの素体を利用するのが最近のトレンドみたいやね。マジンボーンはプラモの福袋に入っていたのだけれどもね。こんなもんいらねえや。なんて積みっぱなしでどこ行ったのかわかんねえ。でもまあ、めんどくさそうなんで俺はやんない。昔一度やって懲りてるからね。頭部だけフィグマとかから有用すれば OK ってことにしておこう。まる。なんやかんやで、次回は100回達成記念。ついに、伝説の積みプラの登場なのだー。期待すんなよ。